あ、メニューが出てきましたね。ええ、そうしたらこのワープロソフトというのを選んでください。はい。今度はキーボードをよく見てください。一つのキーにローマ字とひらがなが書いてありますね。ええ、どうしてですか？ローマ字とひらがなのどちらでも入力できるんですよ。ああ、そうなんですか。じゃあローマ字入力でひらがなのあを出したいときはどうするんですか？はじめにメニューでローマ字モードを選んでから A を押せばあが出ます。そうですか。じゃあ漢字を出すにはどうすればいいですか？このキーを押せば漢字にも変換できます。ああ、なるほど。じゃあちょっとやってみてください。はい。じゃあまず皮から始めましょう。ええ、ボウルに小麦粉と塩を入れて、お湯をこうやって少しずつ加えながら箸で混ぜます。じゃあちょっとやってみてください。こうね。ええ、手早くさっと混ぜてください。そうしないと塊ができますから。はい。それから手でよくこねてください。これくらいでいいかな。あ、それじゃあまだ足りませんね。耳たぶよりちょっと硬くなるまであと5、6分くらい。はい。さあ、そろそろいいですね。じゃあ次は表面が乾かないように濡れた布巾をかけて30分くらいそのままにしておきます。30分ね。はい、じゃあ次は具ですね。野菜を洗ってこんな風に細かく切ります。ああ、みじん切りね。ええ、この野菜をギュッと絞ってボウルの中でひき肉とよく混ぜ合わせます。その後は調味料で味付けします。じゃあ、あとは皮に具を包んで茹でるだけね。ええ、今日は中国式の包み方を教えますよ。お願いします。そろそろ出ようか。あ、岡本さん、これは私が払います。あ、いいよ、僕がおごるから。でも小川さんにはいつもごちそうになってばかりいますし、今日は私に払わせてください。いいよ、今日は僕が誘ったんだから。そうですか、申し訳ありません。じゃあごちそうになります。どうもありがとうございます。